政府は今日、春の叙勲の受章者4021人を発表しました。旭日小綬章には、北の国からなどで有名な脚本家の倉本聰さんや、ゴルゴ13で知られる劇画家の斎藤隆夫さんが選ばれました。いや、もう本当に、光栄なことで、ね、素直に喜んでいるんですけども、特にこの劇画と呼ばれている世界が認められた感じがしましてね、非常に感激しております。今回最高位にあたる桐花大綬章には、元衆院議長の綿貫民助さん、元最高裁長官の島田二郎さんの2人が選ばれました。大綬章の親授式は来月7日に行われ、皇居で天皇陛下のお言葉を受けます。